県境とは県と県の境界である。日本においては県のみならず都道府県相互の境界全てを指すこともある。また、世界の一部の国の行政区画で県と日本語訳される日本の都道府県と類似する地域同士の境界についても県境と訳される。都県の局一部が臨県に囲まれていたり、 河川の流路変更で対岸に取り残されたりなどの理由で陸上で接続していない飛び地もある。飛び地については飛び地を山椒県境は山地、峠の尾根、川、湖、灘、海峡といった両生国以来の自然地形で隔てられている場合が多い。中には市街地や集落、田畑の中に県境が引かれていて、 標識がなければ都府県境とわからない地域もあり、二つの県にまたがる施設も存在する。狭い水路で県境が分けられていたり、瀬戸内海の石間、大土島のように小さな島が県境で二分されていたりする場合もある。こうした不思議、不自然に思える県境を紹介した本が出版されたり、後日の埼玉、群馬、栃木三県境のように観光客いうちに、 活用されたりしている。福井県阿わ市と石川県加賀市は2015年、吉崎集落にある県境にまたがって、越前加賀県境の館を整備した。農越自動車道で2015年完成した農越県境パーキングエリア、京都府木津川市と奈良県奈良市にまたがる、イオンモール高野原を含む、こうした施設は床の色分けなどで県境を表示し、 記念撮影する来場者に配慮している。栃木、群馬、埼玉の三県境、川の中の三県境点、流路の中央が境界線となっている。向かって右側が和歌山県、上方が三重県、下方が奈良県。三つの都道府県境が一点に集まる箇所を三県、境、または三国境と呼ぶ。三県境は全部で48箇所存在する。 三県境は山の頂上や河川の中央になっていることが多い。山の頂上の場合は、そこの山の名前が三国山、または三国岳となっていることが多い。詳細は、栃木、群馬、埼玉の三県境を三省一川わ江戸川河川事務所江戸川河口出張所二千十八年十月一日現在、各都道府県間における境総面積は、 12780.25平方キロメートルである。この節の数値の単位は、突起がない限り、すべて平方キロメートルで示す。各地名の後の内の数値は、平成30年全国、都道府県市区町村別面積町に記載されている、その境界未定地域のうち、各自治体の参考値である。ありがとうございます。